中年オタッキーです。1月のね、再生回数がね、7万回を突破しました。初めて7万回を突破しまして、確実にね、成長を続けておる私のチャンネルなんですけども、本当にありがとうございます。どこまで行くんでしょうね、一体ね。今月ね、160人ぐらい結局チャンネル登録者が増えたんですけども、この分だとあと2ヶ月ぐらいで4000名に行ってしまうんで、そろそろね、カメラプレゼントをね、カメラを準備しなきゃ、どれにしようかなって、考えなきゃいけないなっていう段に入っています。まあカメラプレゼントでたくさんプレゼントはいただいてるんですけども、僕がプレゼントするとなるとね、ちょっと難しいところがありまして、なぜかというとね、ジャンクベースに仕入れてるんで、まあ、まともな状態のカメラが実はあんまりないんですね。その瞬間は動いてるけど、後から調子悪くなったとか、そういうのが結構多いんで、これ一人あげても大丈夫かなっていうのが結構多いんですよね。まあそんなことはどうでもいいですけどね。まあ今日の動画はね、カメラ紹介になります。これ一度ね、紹介したことあるんですけどもね、今日はこのカメラの紹介です。はい、オリンパストリップ35になりますね。なんでこのカメラ、以前も紹介したのに、なんで紹介するのというと、好きだからです。これで写真撮りたくなったんですよ、単純にね。もう何ですか、紹介するカメラだけでしか最近撮ってなくて、自分が使いたいカメラね、をちょっとおざなりにしてたんで、久しぶりにトリップ使おうかなと思ってね。まあそんなわけで、今日の動画スタートしていきます。本日紹介するこのね、オリンパスのトリップ35なんですけどもね、まあ、非常に映りがいいということで、マニアの間では結構有名ですね。で、前回紹介した動画、前回つってはもう3年近く前になるのかな。では、最強のフィルムカメラということでね、紹介しております。でね、スペックっていうかね、まあオリンパスの一応ね、ホームページに、いろんなこと書いてあります。製品名オリンパストリップ35、シリーズはトリップシリーズということで、発売年月が1968年5月、昭和43年、私が生まれた年に発売されたんですね。昭和43年発売のオリンパストリップ35は、オリンパスペン EES をベースにしたフルサイズの小型 EE カメラです。小旅行に気軽に持っていけるカメラとしてトリップと名付けられました。発売後20年間、高品位な描写力と使いやすさ、故障の少なさ、安い価格が人気を集めた超ロングベストセラー機です。価格は 14,800 円ってことになりますけどね。このオリンパスのサイトに載ってるトリップ35はおそらく最終型になりますね。シャッターボタンがプラスチック製になってまして、ファインダーはこれそのままかな。そのままかな。うん、シャッターボタンだけプラスチックになってますけどね。で、このね、カメラのね、特徴というか、まずね、レンズですね。これね、D 随行、40mm の F2.8 というね、レンズ。がついております。これね、D 随行っていうのは4枚玉ということでね、4枚玉のね、おそらくはテッサータイプなんですね。で、まあ、基本的には EE 専用カメラです。EE って言ったらね、わかりにくいけど、今で言うところの AE ですね。オートエクスプロージャーっていうのが AE ですけど、この当時はエレクトリックアイという呼び方で EE だったらしいですね。まあ、使い方っていうかね、まずね、このレンズ共同のね、この銀色の部分にね、アーサー感度、まあ ISO ですね。この切り欠きのところからね、見えるんですけど、これでアーサー感度を設定して、で、この絞り値のところの A にセット。で、あとは、この4つ距離計がありますけど、人が1人、人が2人、人が3人で、で、あと山のマーク。これで距離を合わせて撮影します。で、1個目が1メートル。2個目が2メートル、3個目が3メートル、
で、4個目が無限炎っていうね、もう本当にザックバランなピント合わせで、山間でピント合わせるんですね。まあ現代のね、瞳栄養とかね、そういうことを知ってる人間には、こんなんでいいのっていうね、感じなんですけど、まあこんなんでいいんですけど、実はね。で、まあ上昇点マークね、この、赤い三人の絵のマークなんですけど、ここに合わせて撮ってると日中はだいたいピントが合うようにできております。まあ、この上昇点マークが一番被写界深度は深いっていう意味で、だいたい距離2メートルぐらいのとこから無限遠ぐらいまでピントが合っちゃうんですね。屋外ですけどね。屋外です。絞りがまあ 5.6 ぐらいまで絞られてくると、被写界深度がぐっと深くなって、まあ、そのぐらいの範囲でピントが合うような設計になっているみたいですね。まあ、大体このトリップで撮るときはもう上昇点で撮れって言うんですけど、僕はおすすめするのはやっぱり、被写体まで1メートルまで近づいて、一番近いところに合わせて撮るのがおすすめですね。そうするとね、これ結構昼間で、絞りが絞られてる状態でも背景ボケが出るようになってます。まあ、描写力もいいですし、背景ボケもちゃんと出せると。ただ、絞りバネがね、4枚しかないので、絞りが絞れたじゃない、つまり開放じゃない状態で背景ボケは、交点は四角いね、ボケができてしまいますね。玉ボケは絶対に出ないカメラになります。開放時以外は。で、まあ、シャッタースピードはね、30分の1の250分の1の2速なんですね。それ出せるかな、速度出せるかな。これね、これが30分の1のシャッター速度の音ですね。さあ、200分の1出せる、250分の1出せるかな。巻いてなかった。あ、出せますね。これが250分の1の音です。だからシャッター速度がどのぐらいで切れてるかっていうのはこの音で判断するしかありません。何も表示ないんで、ファインダーの中にもね、何の表示もなくって、一応ね、ファインダーの覗いたらね、一番右下にね、絞り値、現在の絞り値とピントの位置が、表示されるの。表示っていうかね、この隙間から覗き見するみたいな感じで見えるんですよね。ちっちゃく見えるんですけど、右下にね。それでね、距離と絞り位置を確認、距離と絞り位置しかね、設定するものがないんで、まあ、絞り位置は A にしてたらもう自動ですけど、プログラムシャッターになりますね。で、このカメラで写真を撮ってきましたんで、作例を紹介していこうと思います。はい、作例なんですけどもね、実は今回の作例がいまいちなんだな。もうせっかく気合いで撮ったのにね、フィルムはね、コダックのトライ X、トライ X で撮ってますね。まあ、トライ X で撮ると F2.8 のレンズでもこのように屋内で、しっかり撮れておりますね。ディテールはこのようにね、ピントさえ合えばものすごいディテールを発揮しますね。この写真もそうですが、もう恐ろしい解像度になってるのがわかると思います。逆光にはね、決して強くありませんで、これはレンズに直接光が入らないように工夫して撮っておりますね。まあ、これもね、そうですけど、解像度は素晴らしい写真になっておりますが、作例のね、写真が今一つなんですよね、今回で、ね。まあ、いい車体に巡り合えなかった。これはね、サムライジャパンさんのね、教えてもらった撮り方でね、一辺下に向けて、A ロックして撮ってます。これはね、トラック屋さんの近所の、で撮った写真なの。このミラー側の写真、ものすごい解像度になってるのがわかりますかね。こちらもそうですね。もう一眼レフカメラなんかいらないぞっていう素晴らしい解像度で撮れてます。こちらのね、桜の木もね、表面のディテール、ものすごいディテールが出てるのがわかると思いますね。で、これテスタータイプの4枚玉ということで、カラーで撮ってもね、そこそこ、いい色で撮れるんですよね。今回はカラーの試写してませんけど、カラーで以前撮った時はね、なかなかいい、描写になってますんで、超古い動画ですけど、カラーの作例も確か上げてたんじゃないかな。トリップ35のね、
等が作ってますので、こちらもご覧いただければと思うんですけども、まあ、初期の動画ということで、出来は悪いんですけどね。でね、今回はね、この、トリップ35の写りがどんなものかということで、これは、昭和43年、1968年に発売された、セレン光電池式のプログラムEカメラ、ピントは目測ピント合わせ式、でね、もうあと5年後にこれが発売されてるんですけどね、キャノンオートボーイスーパーですね。たった5年でこんなに進化したんだぞっていう、これはね、もうフルオート、ですよね。電子式のシャッターで、電気的にオートフォーカスを合わせる、オートフォーカスのカメラですね。これとのね、写りの差がどのぐらいあるのかなと。この5年間でどのぐらいカメラは進化したのか。まあ、メーカーがちょっと違うといえば違うんですけども、せっかくね、同時にフィルムを詰めて撮ってたんでね、ちょっと撮り比べしてみました。ここからね、その撮り比べの写真になってまいります。撮り比べの写真なんですけどもね、下に字幕スーパーでね、カメラ撮ったカメラで出ますけど、やはりね、このオートボーイスーパーの写りが恐ろしくいいのがわかります。ちょっとトリップは目測なんでね、その完全にピントが合ってるかどうかっていうのがちょっと難しいところではあるんですけどね。オートボーイスーパーのそのキレのある写り、トリップも負けてないですね。室内のこの写真は全然負けてないです。ちょっと柔らかい調子に写ってますね、トリップの方がね。で、これ屋外のね、ベンチっていうか椅子の写真なんですけども、こちらはトリップはピントを外してしまっておりますね。ちょっと近すぎたのかな。で、こちらの4枚目の写真、は、オートボーイスーパーとトリップ35どっこいどっこいの写真になっています。はい、レンズの解像度としては、まあ互角なのかなと思いますね。この2台、まあ非常に単純な構造で安価に抑えていたトリップ35で、それに比べてこちらのオートボーイスーパーは4万7000円もしたんですね。こちらは1万4500円、こちらは4万7000円ということで、いや、まあ3つ買えちゃうんですね、トリップがね、これを買おうと思うと。まあそれを考える、価格差を考えると、まあ前線してるかなと。で、本気でね、合わせれば、トリップは本当にものすごくいい写真が撮れるんで、まあ、そこはね、まあ、値段のさ、まあ、写り全般的に安定して写る、このオートボイスーパー確かに性能はすごいんですが、まあ、さっき、オリンパスのホームページを読み上げたところでわかるように、これ壊れにくいんですね。とにかくね、構造が単純で壊れにくいんです。セレン光もね、生きてるやつが多いです。僕2台持ってるんですけど、2台ともね、ビンビンに生きててね、ほぼ適正露出で撮る。これはちょっとね、1段オーバーぐらいで、撮れるんですけど、まあ、許容範囲っていう感じでね、まだ撮れるんですね。昭和43年の発売のカメラで、これは多分昭和、そうですね、45、6年ぐらいの年式だと思うんですよ。製造番号的に474206なんで、そのぐらいだと思うんですけどね、多分ね。それでもその50年ぐらい経ってるんですね。50年経ってて、まだ何もいじらなくてね、普通に写真撮れるんですね、これね。もうこれ恐ろしいことだと思いますね。これね、ファインダーだけちょっと分解して、ファインダーは清掃したんですけど、本当にそれだけしかやってないです。もうね、あとはもうモルトの張り替えですから、モルトはね、ちょっと薄いゴム貼っただけなんですけど、もうそれ以外は何もしてません。ね、本当に頑丈なんですね。シャッターが切れるって書いてあったら、とりあえず使えるレベルのカメラです。で、万が一セレン光が死んでいてもマニュアルで撮ることができます。30分の1固定になるんで、30分の1ということは、フィルム、100のフィルムを入れた場合、3段オーバーなんで、日中100の新フィルムを入れた場合は、22か。絞り22に合わせると、普通に写真が撮れますし、カラーネガを入れた場合だとね、カラーネガは露出オーバーに強いですから、
つまり100のフィルム、カラーネガフィルム入れて F8 で撮って30分の1でもちゃんと映るはずなんですね。まあ試してないからわかんないけど、まあおそらく映ると思います。で、まあ固定でね、そのシャッタースピード固定で絞りだけこう変えながら撮るっていうのもありです。30分の1でしかね、絞りの数値を決定することはできません。250分の1はこれ手動で設定できないんですよ。だから250分の1にしようと思ったら A マークでそのセレンコがしっかり光を受けた状態にしか250分の1にはならないと思いますね。ただ250分の1を機械的に固定しようと思ったら内中にばらしてね、シャッター速度のね、あのここから切り替わるっていうところを固定してしまえば250分の1で固定することは可能ですけども、まあ30分の1で撮っていいんだと思いますね。30分の1 F2.8 から30分の1 F22 までで、マニュアル撮影するということで、まあいわゆるヤフーオークションとかでね、シャッター切れます、って書いてあるやつは、とりあえず使える。まあそういうわけでギャンブル的な入札して、シャッターが切れるんであればね、とりあえず映るんで、まあセレンコ死んでてもマニュアルで撮りゃいいやという、まあ開き直り的なね、やり方でいいと思います。で、このカメラ基本的にね、やっぱ絞りが絞られた状態の方が、いい写りをします。開放にするとやっぱ開放になると若干ディテールが下がるんで、そういう意味では、シャッタースピード30分の1で固定して絞りをしっかり絞って撮った方がいいんじゃないかとも思いますね。こんな感じだとちょっと開き直ったね動画になりましたが、このトリップ30は、そう流通相場としてはね、3000円から5000円が中心になってくると思いますが、まあ転売屋さんとかでぼったくってる人以外はそんな感じになると思います。で、玉数はねそこそこに豊富で、一時ものすごくね値段高くなってましたけど、また、こなれてきてますんでね、今トリップは狙い目だと思いますね。はい、まあ、故障しにくいカメラ、トリップ35ということで、まだまだ使えていくんじゃないでしょうか。今日の、カメラ紹介はこんな感じですね。で、ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーですね。今日のトップバッターが、ヒデさんですね。いつも楽しみに行っております。フィルム現像の値段が上がって困っています。それはそれとして、今回は2枚、晴れの日は女房と散歩をよくするのですが、川辺で絵画帳の模様に出会いましたので投稿させていただきます。作品名は2枚とも、川辺の芸術、カメラコニカ EE マチック、レンズヘキサの 40mmF2.8、フィルム富士フィルム業務用100ということですね。で、1枚目、2枚目ともそうなんですけども、これね、まあ僕ぐらいの年代の人間だとね、ウルトラ Q のオープニングを思い出しますね。まあ、公害がね、ひどかった時期っていうのはね、こういう光景はよく見ました。面白い写真といえば面白い写真ですけども、僕はちょっとその時代の昔のことを思い出す写真になっちゃうかな。はい、ヒデさんありがとうございます。次はね、長州薩摩さんね、の、作品ですね。中年おたきさんこんばんは。おたきさんの動画に影響を受けてフィルム写真を楽しんでますが、ついにモノクロ写真の世界に足を踏み込みましたので、第一弾を投稿させてください。タイトル、コロナ禍の歌舞伎町ということで、カメラがニコン F3、レンズ、ニコール AIS50mmF1.4、フィルムがネオパン100アクロスということですね。東京歌舞伎町の写真を撮られてるんですけどもね、ビルの上の方に光が当たってる作品でゴジラも映っておりますがね、まあこれこのままでもいいんですけど、僕的にはトリミングするかな。まあ理由は2つあるんですよ。まあこのぐらいにトリミングしますと、この上にゴジラが見えますよね。で、この真ん中にね、ミニスカートの女の子が来てね、ここにフォーカスが合ってるんですよ。非常に印象的な写真になると思いますが、どうでしょう。僕はこれいいと思うけどな。これ作品にできる、十分作品できると思うな。
まあ、ミニスカートの女の子が好きというところもあるんですけどね。まあ、そんなわけで、長州薩摩さん、ありがとうございます。なかなかいいと思いますね、これね。トリミングすれば かなりいいと思います。トリミングは悪っていう人がね、たくさんいます。まあ、以前からよく言ってますけども、僕は作品にするんだったらトリミングは全然ありと思ってます。はい、次はね、ダムお猿さんの作品ですね。中年おたきさんお疲れ様です。最近税込み550円以下でカメラを買うことが多いのですが、先日ハードオフのレジ前にあるジャンクカゴの中から、オリンパス3号 RC を救出しました。もちろん550円です。モルトの張り替え投資、早速撮影してまいりましたので、2枚投稿します。タイトルは1枚目が路地。二枚目が、お地蔵さんも、てんてんてんってことで、カメラどちらもオリンパス 35RC、フィルムコダックカラープラス200ということですね。で、作品なんですけどもね、これ、やはりちょっとスクエア調の写真に一枚目、なってますよね。これ、路地ということで、その、真ん中に写ってるね、そのフード付きのジャケットを着たおっさんがなんか、印象的ではありますが、これちょっと光はないのかな、光はないっぽいですね。で、2枚目の方はね、お地蔵さんがね、もう目の下の方までマスクをがっつり被ってるね、写真になっております。これもちょっと光がないのが残念ではありますが、面白い写真ではありますね。僕だったらもうちょっと構図を変えるかな。もっと寄って斜め構図から撮るかもしれません。はい、ダムお猿さん、ありがとうございます。次がね、883から2枚ですね。友人に前回の投稿を見つかり、なぜいつも撮ってる方を投稿しなかったのかと突っ込まれたので、普段の方を投稿することにしました。カメラ EOS R、レンズシグマアート 50mm、これ F1.4 だったかな、あとは。で、タイトルがね、1枚目がダイエットなんかしないでね。2枚目が安心してください。履いてますからということで。これ2枚ともね、ちょっとね、青少年には、刺激的な写真になると思いますが、まあ、局部が写ってないので、18歳未満も OK ということで、多分大丈夫だと思うんですけど、作品2枚ですね。こういう写真撮ったことがないんですけども、これなんと表現していいでしょうかね。まあ、エロチズムの、極致という感じですかね。2枚目の方はね、若干ディテールを落としているようにも見えますね。うん、この辺のね、写真はちょっと僕評価、難しいとこですね。経験がないんでね。まあ、そんなわけで、88さん、ありがとうございます。次がね、ガメラさんからの投稿になりますね。おたきさん、こんばんは。視聴者の作品に投稿します。タイトルは、うねり、撮影機材、ペンタックス Z1。プラス FA28105、F4 から 5.6、使用フィルムが富士フィルムスペリアプレミアム400、20年前のカラーネガで撮影、期限切れですね。さすがにコントラスト落ち、粒子も荒くなっていますが、被写体と状況を選べば使えるかなと思いチャレンジしました。午前中の普通の川ですが、自分的になかなか良い雰囲気で撮れたかなと。おたき師匠、いかがでしょう。まあ、師匠って言ってもね、私、アマチュアなんでね、コンテストもほとんど出してないですし、まあ、僕がね、その、指南役になるというのはちょっと無理があるような気もするんですけど、写真です。この写真なんですけどもね、確かに20年前ということでね、ディテールが落ちる。なんかね、夜の写真になってるような感じがしますね。ただ僕、個人的に期限切れ写真のフィルムはちょっと、光がたっぷりあるところで撮った方が面白い写真になりがちだとは思います。これ、露出がね、暗淡になってかなり粒子がね、出ておりますので、ちょっと水墨画調にも見えるかな。そういう目で見ると面白い写真なのかもしれません。はい、ガメラさん、ありがとうございます。今日の作品投稿はここまでということで、8人ほどちょっと待機が出ております。最近ちょっとね、投稿数が増えておりますので、以前ほどね、コロコロと、紹介されなくなっております。申し訳ありません。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい。俺のカメラのコーナー。今日はね、時神さんの俺のカメラですね。
時神です。コロナで大変な中お疲れ様です。さて俺のカメラのコーナーに投稿します。カメラは1975年製の一眼レフペンタックス K2 です。このカメラ1980年に父が中古で購入したものですが、私がずっと使用しています。購入してから40年以上経ちますが、一度も整備に出してません。電子制御カメラですが、タフでびっくりです。装着しているレンズは先日某中古カメラ店で110円で購入したシグマオートフォーカスズーム24-70F3.5-5.6 アスフェリカルです。昨年通りレンズには問題ありません。ゴミ扱いはかわいそうなので購入しました。昨年は露出は絞り有線 AF8、フィルムはフジカラスペリアプレミアム400で撮影しますということですね。ペンタックスの K2 ね、すごく欲しいカメラなんです。これ電子カメラだったんですね。知らなかった。で、レンズはね、これシグマのね、高めのやつですね。アスフェリカルなんで、高めの方なんですけどもね、このレンズね、とても人気がないというかね、オートフォーカスがすぐダメになるんですよね。ギアが外れたりね、ゴムのベルトが外れたりしてね、オートフォーカスが動かなくなるので有名なレンズです。まあ2470もそうですし、2880とか、まあいろんな長さがあるんですけど、構造は基本的に全部同じだと思いますね。映りはいいですね。映りはすごくいい。アスフェリカルということもあるんでしょうけど、まあ映りはいいと思います。ただこの年代の、シグマのレンズは、後玉がプラスチックになってたりするやつもあるので、カビてるから、まあ、カビてるのを分解して拭いたらいいかって言って分解してもね、全然綺麗にならないっていうことが多いので注意が必要ですね。まあ110円だったらいいかって感じですけどね。まあプラスチックのレンズ基本的に曇ったらもう絶対ダメだし、後ろ玉が曇ったレンズっていうのはもうまともな写真は撮れないというね、ことになりますんでね。はい、時神さんありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったーやっちまったのコーナー。今日はね、夢旅人さんのやったーですね。やったーコーナーへ投稿です。ネットでスマホからチェキプリンターへ送信できると書いてあったので、ヤフオクで見つけて1000円で落札。ここまでは良かったけど、この後が大変でした。スマホにチェキのシステムをダウンロード。実際に転送したけど動かない。ネットで再度確認すると自分のスマホでは認識しないことが判明。ダメ元で調べていくとデジカメから転送できることが分かり、ヤフオクでデジカメを落札。ファインピックス Z250 800円。早速やってみたけど全く認識しない。時間のある時に設定を調整したりリセットして格闘したりして、さすがにダメかなと思った時、通信設定が2種類あることを思い出して通常通信にセットして転送したらプリントアウトできましたってことですね。これチェキプリンターっていうね、存在を僕は知りませんでした。まあ自分でねプリントするっていうのがね基本な、最近の基本になってきてますけど、チェキの方にね、そのスマホとかデジカメからデータを転送してね、写真をプリントしたりできるんですね。まあ時代はどんどん変わっていきますが、まあ僕的にはお店の銀塩プリントも利用していただきたいところではあります。お店が潰れちゃいますからね。まあ今日の動画はこの辺でということになりますね。まあちょっと冬でね寒い、まあ実はね今日撮影してるのはもう立春になってくるんですけど、まだまだね寒い時期が続いていきますね。冬らしい作品の投稿もね、なんかもう一つね少ないんで、ぜひね冬らしい作品の投稿もお待ちしております。まあなかなかね雪国に行くチャンスがないといえばないんですけどね、雪国の方からの投稿だけになっちゃうから、そういう意味ではまあ自粛でね、自粛になってますんで仕方ないですけどね。はい、次回の動画はねちょっとね、リクエストがありましたんで、このカメラでね、久しぶりにこのカメラを動かしたな。はい、これね、キャノン AE1 ですね。これね、僕の家に来てから32年ぐらいになるのかな、この AE1。ずっとね、使い続け、所有し続けているカメラです。このカメラが、実は僕は一番長いこと所有しているカメラなんですけどね。まあ一時期はワインダーとかもね、つけてたんですけど、ワインダー壊れちゃって、
ね、今はねワインダーなしでね曲がってますけどね、まあ、久しぶりにねこの AE1 にフィルムを詰めてね、普通のレンズで撮っても面白くないんで、今回はねこのねバラ巻きレンズですね、3570 NewFD3570 で写真を撮ってきました。むちゃくちゃ意外な撮影結果になっておりますので、乞うご期待ということで、まあ今日の動画はここまでです。まあ、高評価コメントの方どしどしよろしくお願いします。コメントの方ね頑張って返していっておりますが、全然追いつもうそもそもコメント返信する時間がなさすぎるんですよね。まあ頑張って返しますんでコメントお願いします。で高評価の方はねもうポチッと押すだけなんで、ぜひとも、今すぐ押していただければと思います。でまあ、チャンネル登録ですね、恐ろしい勢いで増えてます。もう本当にびっくりしてるんですけども、まだまだ増やす気でいますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録とかね高評価とか、コメントとかがねどんどん増えていってると YouTube のランクが上がって、でおすすめ動画にね表示されやすくなるみたいです。でおすすめ動画に表示されるとそのまたシェアされやすくなるんで、まあ、僕の目的はね最終段階はそのたくさんの人にねフィルム写真をやってもらいたい、でフィルムのねその売り上げが伸ばしたり、そのフィルムの現像サービスをやってるところとかが潤うことによってまた写真界が元気になるのではないかという、まあ僕一人の力は本当に微々たるもんなんですけども、まあね僕に続く人もねもしかしたらそれで出てくるかもしれないんで、そういう目論みでやっておりますので、まあぜひともねコメント高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、次回の動画はまあ AE1 ということで、もうしばらくお待ちくださいませ。それではごきげんよう、さよなら。